はいどうも翔平 TV です。今回は前回に引き続き翔平ズ対ユベントスさんの試合をお送りします。そして現在翔平ズ負けております。はい、相手ピッチャーの140キロを超える球に全く対応できずですね。はい、そしてピッチャーは今川さんです。別名破壊王という、ね、名前ですね。すごい力のこもったボールを投げます。もうめちゃめちゃ上から投げるんでね、いいスピンが来てますね。そして、こちら抜けてしまいましてね、四球となってしまいました。申し訳ありません。そしてお次のバッター、真ん中空振りストライク。ガチなスイングがもう気持ちよかったですね。はい、こちらファールボールとなります。そして追い込んで、はい、こちら高めに、はい、いったボールを振らせて三振となります。素晴らしいです。そしてお次のバッター、はい、こちらストライクとなります。タイミング合ってないですかね。そしてこちら低めのボール、まさかのこれは、はい、ランナーが飛び出してアウトとなります。テレビスチールでしたが、破壊王春日君ともに落ち着いてました。そしてお次のバッターは、はい、こちらフォークですかね。空振りとなります。やばいですねこれはね。そしてお次のボールは、はい、同じくフォーク、三振となります。こんなのちょっと打てないですね。ちょっとね、素晴らしいボールでした。そして翔平攻撃、先頭は鈴木くんです。はい、こちらナイスボール。相手ピッチャーもね、ほんとキワキワに投げてきます。そしてお次のボールは、はい、こちら真ん中、ビタビタすぎます。これはもうナイスピッチすぎです。もう体が柔らかい。はい、こちら変化球、アキラ打ってショートゴロ、これはセーフとなり内野安打となります。そしてお次のバッターは花巻東出身、松島くん、ナイススイングです。バッテを忘れたそうでね、素手で打ってましたね、ビヨンドで。はい、こちらえげつない変化球でしたけども、はい、松島くんナイススイングです。そしてはい、こちらかけーんと足を分回してレフト線ファールとなります。これはもう惜しかったですね。そして最後変化球で空振り三振となります。ナイスボールすぎても。そして9番奥村さんはまずストライク。そしてお次はもう三振ですね。もう体がもう避けてますね。10番破壊王、はい、破壊王もねびっくりしました。もうこの気持ちがすげえわかります。こちらセーフとなりまして、内野安打。はい、でお次のバッター11番田中さんです。ナイスボール、これはえげつないまっすぐで三振となりまして、チェンジとなります。なかなかあのピッチャーを打ち崩すことができませんでした。そしてチェンジとなりまして、破壊王四球となりまして、ランナー一塁。はい、まずストライク。そしてお次のボール真ん中です。空振り三振となります。すごいですね。そしてお次のバッター、レフト前にヒットを放ち、ランナー1、2塁となります。チャンスでメイチュンです。さあメイチュンはどんなバッティングをするんでしょうか。チャンスですからね。さあメイチュン打てるか。はい、まず低めのボールを見極めております。メイチュン240キロをねビタ止めした女性ですから、よく見えてますね。そして打ってサードゴロ、アウトとなりまして、ランナー二塁三塁となります。いや、メイチュンの最低限のね活躍ですよね。はい、お次フォアボールとなりまして、ランナー満塁となります。そしてお次のバッターが、はい、こちらピッチャーゴロで、はい、これギリアウトということで、危ないチェンジとなりました。そして翔平ズは一巡して映画からです。八王子レイクスタイルという映画。はい、でピッチャー変わっております。
これはもうえげつないでしょう。140超えてましたね。はい、笑顔を震え遅れちゃうっていうね、とんでもないボール投げてましたね。はい、そしてまさかのエガがシャープなスイングをしてセンター前ヒットとなります。ナイスバッティング。さあ良平に続きますよ。良平、翔平、田島さんと、はい、これえげつないボールですね。これ振っちゃいます、普通だったら。良平は手が出ない。はい、ストライク。うなずいてます。もう早いと言っています。早いのはそうです。しっかり打っていきましょう。何がしたいかわからない行動を良平さんはしております。はい、どこの弱小校でしょうか。はい、こちら変化球びっくりして見逃して三振。はい、良平自分でね、何しに来たのってね、はい、打ってますね。はい、テロップ担当良平くんです。そして3番の翔平、このまっすぐ打ってやるぞという気持ちで本気で打ちます。これはまあ、っすぐ来ると思うんでね、フルスイングします。はい、これ振りましたね。これはね、あの短く持っているせいで届かなかったかもしれないです。そしてお次、はい、こちら白はもうほっと、なんかもう出どころが見えなくて打ちづらかったですね。これは分かりました。はい、ボールとなりまして、2ストライク1ボールとなります。お次の球が変化球、ちょこんとね、変化は得意みたいですね。はい、こちらピッチャーが処理してアウトになります。はい、チャンス、田島さん行け。田島さんも振り遅れちゃいました。はい、三振になりまして、チェンジ。あ、気持ちがえぐい。そして剛腕松島くんがね、ピッチング始まりましたよ。花巻東高校、はい、三振となります。いや、松島くんね、正直言ってまっすぐがスライドするんですよね。キャッチャーも取れないし、バッターもまっすぐを打ってるつもりがなんか当たんないっていう状況になってました。はい、こちら当たりまして、これは良平が落とすというね、何をしてるんだって、本当に何をしに来た。本当自分で打ってますからね、このテロップね。はい、マシン君頑張って。ストライク空振りですね。いや、いいボール本当に。フォーム綺麗だし。はい、これもナチュラルスライダーで三振となります。そしてお次のバッター、インコース。はい、これ。バッターびっくりしてます。ストライク。これはね、素晴らしい。はい、こちらもちょっとスライドしてますかね。三振となりまして、チェンジ。いや、えぐいですね。はい、今回はここまでとなります。さらなる当選が待っております。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、デサントの内野公式用になります。視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそうそう、多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、オーケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、で、ね、また1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人行くか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画とかやっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております、はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。
まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。